日米通算で先発勝利数のみで203勝を達成した黒田博樹投手、日米通算4367安打というプロ野球における通算安打世界記録を持つイチロー選手、共に日米で活躍した日本球史に残るレジェンドですが、もともと2人には共通の接点はありませんでした。NPB 時代に黒田が所属した広島と一郎が所属したオリックスは当時今のような交流戦もなく、シーズンで対戦が実現することはありませんでした。その後黒田は2008年からドジャースに入団します。ここでもマリナーズに所属する一郎と黒田はリーグが異なり、ほとんど対戦する機会がありませんでしたが、唯一2009年の交流戦でドジャースとマリナーズが対戦した際に、イチローと黒田は対戦する機会がありました。2人の仲が急接近したのは2012年シーズン途中でした。イチローがマリナーズから当時黒田が所属していたヤンキースに移籍してきたのです。当時のイチローは38歳ということもあり、衰えが指摘される状態でした。しかし黒田は、イチローさんなしではヤンキースでローテーションを守ることはできなかったと語り、イチローも黒田の野球に対する真摯な取り組みを認め、2人は尊敬し合う仲になっていったのでした。2人がどのように互いを認め合っていったのか、その要因に迫っていきます。悔しさを乗り越え。黒田は専修大学から1996年ドラフト逆指名2位で広島に入団しました。そして1997年4月25日の対巨人戦で初登板、初先発、初勝利、初完投の快挙を達成し、一躍注目の若手投手となりました。その後も先発ローテーション入りし、勝ち星こそ伸びず負けが先行しましたが、1年間ローテーションを守りました。しかし2年目はわずか1勝に終わり、3年目も5勝8敗、防御率は6点台でした。逆指名入団だけに首脳陣は即戦力として期待していました。黒田もその期待を裏切り続けていることを自覚していました。プロ入り後、伸び悩む黒田を覚醒させる転機は、2001年からチームの指揮を執った山本浩二監督による前年の秋季キャンプでの一言でした。来年期待しているからな。この言葉を息に感じた黒田は猛練習を重ね、現状を打破しようと躍起になりました。当時の広島の正捕手西山修司氏は、当時の黒田の変化について、入団当初から球は速かった、でもストレートを待っている打者にスライダーやフォークを痛打されることもあった、緩急を使えていなかった、黒田は猛練習によりカーブを覚え、さらにシュートの習得にも取り組んだり、新しい球種をマスターしていった、あれだけのストレートがあったらそれに過信するピッチャーもいるけど、黒田は黙々と練習していたと語っています。阪神で現役時代に黒田と幾多もの対戦をしてきた今岡誠氏は、黒田について、黒田は選手、僕は投与、大学4年生の時は黒田とも対戦しているはずなんです、でも印象は全くない、高校も僕が PL で黒田は上宮やから接点はあるはずなのに全く記憶にないんです。黒田という投手はプロに入って1ランク2ランク上のレベルに到達した投手ですと、当時の黒田の印象について語っています。黒田はプロ入り5年目、2001年シーズンに初めて2桁勝利を達成し、それ以降は広島のエースとして躍動。2005年シーズンはチームは最下位に終わりましたが、黒田はキャリアハイの15勝を挙げ、最多勝、さらにゴールデングラブ賞、ベストナインにも選出されました。2006年も13勝を挙げ、さらに 1.85 という驚異的な防御率を記録しました。2001年から2007年の7年間で2桁勝利を6回挙げ、常に安定した投球を見せていました。そして日本球界を代表するエースへと成長した黒田は、2007年に FA 権を行使してメジャー移籍を表明し、ドジャースへ移籍します。広島にとって球団初の日本人メジャーリーガー誕生の瞬間でした。黒田は、感謝の気持ちでいっぱい、今僕がここにいられるのもカープのおかげ、ファンの方たちにも感謝していますと涙ながらに答えました。移籍後には、いずれは帰り恩返ししたい気持ちはある、日本に帰るならカープしかない
とも話していました。イチロー対黒田。2008年よりドジャースの一員となった黒田はメジャーデビュー戦のパドレス戦も堂々とした投球を見せ初勝利を記録しました。この年のドジャースは好調を維持しプレーオフに進出。ポストシーズンではカブスとのディビジョンシリーズ第3戦に先発し6回と3分の1を6安打無失点の好投で勝利投手となりリーグチャンピオンシップシリーズに進出しました。フィリーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは第3戦に先発し6回を5安打2失点の投球で勝利投手となりました。惜しくもドジャースはフィリーズに敗れワールドシリーズに駒を進めることができませんでしたがメジャーリーグで十分通用することを確信することができた1年となり黒田のアメリカでの評価もうなぎ登りでした。そしてメジャー2年目の2009年6月28日交流戦でのドジャース対マリナーズ戦黒田とイチローは初めて対戦をすることになりました。メジャー自己新記録の8試合連続マルチ安打の記録が期待されていたイチローは1番ライトで出場。黒田といきなり対戦することになり初球を振りに行ったイチローのバットが大きく空を切りました。球種はツーシームでした。イチローはいきなり変化球が来たんでびっくりしたと話しています。黒田とイチローの対決は3打席でイチローが内野安打1本を記録しました。試合は4対2でマリナーズが勝利し黒田は敗戦投手となりました。黒田はイチローとの対戦について野球人生が終わってからのいい思い出になる。抑えるのに必死だった。なんとか7回途中まで投げられたのは良かったが序盤の失点が負けにつながった。悔いが残る。粘り強く低めに投げていかないといけないと語りました。イチローは黒田について1打席目の初球の変化球が終わってみればあれがベストピッチだった。対戦前は日本人には珍しいパワーピッチャータイプだと思っていましたが変化球のピッチャー。個人的なパワーピッチャーの定義とはまっすぐを待たれているにもかかわらずそこにまっすぐを投げ込んでくるピッチャーですねと語りました。さらにイチローはすごくボールが来ている感じではなかったしコントロールも良くない中で結局4点で抑えていると状態が悪いながらも試合を作った黒田に称賛の言葉を送りました。黒田はドジャースで2008年から2011年までの4年間を過ごしましたが常に安定した投球内容で先発投手陣をリードしてきました。4年間の通算成績は41勝46敗、平均防御率は 3.49 であり、これは広島時代と何ら変わりのない数字です。そして黒田のスライダー、シュート、フォークの変化球のキレはさらに増し、2011年には161個の奪三振をマークしました。そして黒田は2012年にヤンキースと1年契約で合意。約7億7000万円という年俸がいかに黒田が先発右腕の一角として高く評価されていることがわかる契約でした。認め合った2人。黒田は2012年から2014年までの3年間ヤンキースに在籍し、黒田はヤンキースでも先発ローテーションのエース級の投球を見せつけ、ドジャース時代よりもさらに成績が向上しました。3年間の通算成績は38勝33敗、平均防御率は 3.60。 この活躍には辛辣さにかけては天下一品のニューヨークメディアからもヤンキースで成功した日本選手の代表例、それは松井秀喜と黒田博樹と言われたほどでした。黒田自身はこの功績をイチローさんのおかげと振り返っています。黒田がヤンキースに移籍した2012年の7月23日にイチローのマリナーズからヤンキースへの移籍が成立しました。マリナーズが将来に向けて強化の最中であることを理解していて、マリナーズにとって最善の選択は自分が別の球団にトレードされ若い選手に機会が与えられることだと感じていたことが移籍の一つの理由でした。一方で2001年の入団以降マリナーズがプレーオフに進出したのはイチローのメジャー1年目だけで、近年は最下位が定位置だったのでイチローには環境を変えて刺激を求めたいという強い思いもありました。しかし当時のイチローはメジャーリーグ移籍を重ね続けたシーズン200本安打が途切れ衰えが指摘される状態でした。黒田は
イチローが常時スタメンで出ない立場になっても常に同じ準備をし試合に臨む姿勢に感銘を受けました。一方イチローはメジャーリーグ、特にヤンキースで中4日で投げゲームを作り続ける黒田のことを認めたのでした。イチローは黒田に対し、黒田は絶対に試合を壊さない、やろうとしていることを淡々と準備し続ける投手だからこそ勝たせたいと思う投手と評しています。イチローと黒田はチームメイトとして切磋琢磨し、ヤンキースの地区優勝に貢献。黒田はこのシーズンに投球回数219と3分の2イニングを投げ16勝、防御率 3.32 という歴史に残る活躍を果たしました。黒田は2年半一緒にプレーさせてもらい、一番印象に残っているのはイチローさんの強さでした。体もそうですけど精神的な強さ、イチローさんがいたから僕も多少なりとも強くなれたのかなと、よく本人が口にされていた持って生まれたものだけでやっているのではないという言葉も近くにいたからこそ身に染みました。イチローさんなしではヤンキースでローテーションを守ることはできなかったと思っていますと、イチローへの賛辞を惜しみません。さらに黒田は、イチローさんは何があろうと試合に出続けた、体のことは僕らチームメイトだから見える部分があってやばいんじゃないか、大丈夫かなと心配になった日もありましたけど、ユニフォームを着て必ずグラウンドに立っていた、そこにブレはない、特に2年目3年目はレギュラー確約ではなく悔しい思いもたくさんされたはずなのに、一切それを表に出さず淡々と準備を続けた、芯が強い、逆境に立たされても強い人だなと。あそこまでの成績を残してきた人にそんな姿勢を見せられると、やらざるを得ないというか、先発投手は中4日もらってローテーションを簡単に飛ばせないなという気持ちになりました。食事にも連れて行ってもらいましたけど、この期間は野球人生の財産ですと語っています。ポジションは違えど2人とも同じ日本人、そしてベテランであり、またそれぞれメジャーで実績を残してメジャーをリードする立場ということで、イチローと黒田の間には2人にしかわからない共通の世界があったのでしょう。2014年のシーズン終了後、翌年40歳になる黒田でしたが、ローテーションを崩すことなく淡々と投げ続ける姿はメジャーのどの球団からも評価が高く、ヤンキースは10億円を超える年俸での複数年契約を提示、ドジャースやパドレスから約20億円の複数年契約オファーがあったのにもかかわらず、黒田は野球人生の最後はカープで過ごしたい、そして第一線で活躍できるうちに日本に戻って若い選手たちに培ったことを伝えたいと感じたという思いを胸に、1年約4億円という条件で古巣広島に復帰します。メジャー移籍後に、いずれは帰り恩返ししたい気持ちはあるという言葉を有言実行した男気は、広島ファンだけでなく全国の野球ファンに感動を与えました。黒田は広島に復帰すると決断した際、最初にイチローに連絡を入れました。黒田はその時点では気持ちの面でまだモヤモヤした部分があったと告白しており、イチローの決めた以上は頑張れと背中を押してもらったことで決心がついたことを語っています。そして2016年7月23日、日米通算200勝を達成した黒田にイチローは真っ先にコメントを寄せました。日米合算なんて俺は認めない、おめでとう。イチロー自身がピート・ローズ氏の持つ通算安打の大リーグ記録4256安打を上回った時に、その記録をめぐりアメリカで議論を呼び、その時にローズ氏が日米合算の安打数は認めないといった言葉を引用。イチローらしくユーモアたっぷりに盟友の節目の勝利を喜びました。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。